高市刑事は、元調教師、騎手。日本中央競馬会美穂トレーニングセンターに、騎手時代から所属していた。主な管理場に新軍マイけるなど。1971年4月に、東京競馬場の荒木静雄級者所属の騎手候補となり、1978年に騎手デビュー。初騎乗は、同年3月4日、中山競馬第9競争の雪山で一着と、 初起場で、初勝利を挙げた。1990年2月に騎手を引退し、島田佐尾級者の調教助手に転身。騎手成績は72025勝であった。引退まで荒木級者に所属していた。1996年に調教師免許を取得し、級者を開業。初出走は、同年12月22日中山競馬第4、競争のマレットラックで発着。 初勝利は、翌1997年3月8日、中山競馬第7競争の宮城ロドリゴで、延べ22頭目であった。1998年の形成敗を、マンダリンスターで制し、重傷競争初勝利を挙げた。2017年の札幌競馬開催中に体に、激痛を感じ、競馬開催後に精密検査を受け、気象ガでの一種である五腹膜脂肪肉種であることが、 判明。治療を続けながら調教師として、旧社を運営し、2019年の中山大障害を、新軍マイケルで制した。その後、2020年に入り、体調を崩し、同年2月17日11時6分、茨城県土浦市の病院で死去。64歳没。高市の死去に伴い、同級社の管理場は、同月18日付で、大江原明旧社に、 天馬屋となった。括ッ内は、当該場の優勝重賞競争。ふとじは、g i 級競争。ふとじは、門下生。括ッ内は、旧社所属機関と所属中の職分。ガンと戦いながら、久しぶりに重傷を制した一人の調教師の、物語、ヤフーニュース二千十九年七月二十二日、高市刑事調教師死去昨年十二月の中山大障害を、 新軍マイケルで JRAG1 初タイトル獲得したばかりスポーツ報知2020年2月18日 AB 高市刑事氏が死去新軍マイケルで障害重症参照日韓局馬プレミアム2020年2月18日高市刑事長教師の成去に伴う管理場の天馬屋について JRA ニュース2020年1月18日ありがとうございます